はい、皆様どうも、マフロです。それではリトルナイトメアやっていきましょう。はい、前回床下に潜り込んだところでございました。ここからどうするのかな。ここ行き止まりだし、ここも視点が切り替わらないってことは何もないんだろうな。登る、こんな見えにくいところで何もないだろうし、あ、なんか拾えた。何これ、あんまないかい。あれ、ここもしかして登れるかな。あ、登れる。危ない危ない。これなんだろう。あ、バレたバレた。あ見つかっちゃったよ。なんでやねん。進む方向があっちだから、こっちの部屋にいるときに進まなきゃダメか。なんか持っちゃうと音でバレちゃうらしいな。今なら後ろ向いてる。あ、やばいやばい。これ見つかってないんだ。あ、見つかってる見つかった。来た。チックショー。もっと慎重に行かなきゃダメか。あいつの方が動き早いからね。見つかって隠れるところがねえな。どこ隠れようか。下にも来るのか。危ない危ない。ドクンドクンが大きくなってるってことは今警戒レベルってことだね。今小さくなってる。この人形の隅に隠れられないか。ここ登れそうなんだよな。まあ、はよどっか行けや。お前そこ行ったら何もできねえべさ。
くそ、後頭部殴りてえな。俺がここにいたらダメなのか。何してんだこいつ。ひょっとして向こうで音を立てなきゃダメ。そういうことか。はい。よし、行けた。あ、来た。ちょっと待って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 。どうしたらいいの。あ、見つかった。あとは食べられちゃうのかな。しばらくこいつから逃げる生活になりそうだ。ああ、見つかるのか。影に隠れてたのに。なんとかあいつを巻く方法を考えなきゃいけないということか。どうやって巻こうかな。とりあえずこいつを出して、使ってる。あの音がなんか関係あるのかな。
なんだろう。ハノイ地は見つかると。入れない。どうしたらいいのかな。あ、見つかった。なんだよ。あれか、隠れてるってでも近くに来られるとやばいのか。とりあえず扉を開けてちょっとこっちの部屋で様子見てようか。こっちに使えるもんあるかな。これなんだろう。なさそうね、使えるの。あ、こっち来るんかよ。あ、ここにスイッチがあるな。これをどうにかしろってことか。あのスイッチ、靴投げればいいんかな。とりあえずここを開けて、ここを隠れるか。あの右の時計だけなんか色が違うね。あれ持っていけそうだな。こいつのあれをかいくぐって。向こうの部屋行ってもらわないとダメ。また行かないパターンですか。
間に何かしろってことか。それ難しいでしょ。行かないね。やばい、見つかってる。あ、ダメだダメだ。どうしようか。音立てるものもないもんね。靴、靴拾ってあっちへ投げていけるかな。拾えるもん靴ぐらいしかないよな。ああ、早かった早かった早かった。リセットされる。あ、見つかってもこの音が鳴ればリセットされるね。やばいやばい、慣れ慣れ。俺今どこにいるか分かんない。開いた。でもバレてんのかな。そうっぽいよね。匂いでもバレてるな。匂い嗅いでる感じもするもんな。やっぱあの音が鳴ってる時しか動けんな。うぜえやつだ。音鳴ってる間にとりあえず向こうに行けるか。バレるよね。うまくやれば回り込めそうだけど。待って待って。鳴った瞬間ならいけそうだな。隠れるところ、あとは隠れるところだ。あんま近く行くと匂いでバレるから。
ちょっと離れた隠れた場所。慣れ慣れ、ここは大丈夫なんだね。靴は持ってきた。え、結局ここ戻ってくんのかよ、こいつ。向こうの部屋には行かないのね。とりあえずここは安全地帯。ぶつけてやろうか、この靴。回り込まなきゃダメだな、これ。押せないや。ダメか。押せない。やっぱ靴投げんのかな、あれ。てっきり押せるんだと思ったのに。やっぱ後ろ回り込まなきゃダメだな。うまく後ろに回り込んでひっそりと生きよう。この椅子持っていけないよね。ダメだよな。早い早い。あんな早かったっけ。2回目か。1回目はダメか。難しいなと。このロードの長さもちょっとイライラするね。もうちょっと早くしてもいいな、同じ場面なのに。
かん。来んな来んな、こっち来んな、こっち来んな。いや、あ、惜しい。でもこの方法は間違ってないな。あれ、俺靴どこやった？持ってる。よし、靴はもうええねん。靴はもうええねん。やばい、見つかってる。どこ行くのこれ。あ、こっち。あぶねー。今目のマーク出たからチェックポイントかな。これに乗れってことだよな。乗ったはいいけど、どうすんのこれ。向こうに飛び移れってこと。おう、いるやん、あいつまた。どんだけ出てくんねん、お前。見つかってない。あ、見つかった。いけたと思ったのにな。ダメだったわ。どっからだ。どこ？あ、登ったとこだね。よかった。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。捕まってる。ではさようなら。